海頭山は岐阜県揖斐郡揖斐川町にある伊吹山地の標高1234メートルの山。山域は揖斐関ヶ原養老国定公園の指定を受けている。東西に連なる尾根上に2つのピークがあり、西側が最高峰の本貝月、東側が小貝月と呼ばれている。全山花崗岩からなる。海頭山を中心とする海頭山岩帯と、鍋倉山の三田倉谷の三田倉谷岩帯は、海頭山花崗岩と呼ばれている。その生成から、固結年代は1億年から9000万年前と推定されている。海頭山岩帯は、疎流、東流上、一部半上の角線石、含有黒雲母花崗岩と、花崗戦力岩などで構成されている。岐阜百山の一つに選定されている。東山麓には、長者平キャンプ場があり、森の文化博物館が併設されている。山麓周辺の山中ではかつて炭焼きが行われていて、多くのその窯跡が残されている。南東山麓の揖斐川町春日比田端。1985年に北側の山域で久世村により、ハイキング、キャンプ、スキー、パラグライダーなどのアウトドアのフィールドとして、揖斐高原貝月リゾートが開設された。1993年に北西山腹の品俣川上流部に岐阜県により揖斐高原坂内の森が整備された。山頂部の北東面は鳥獣保護区、特別保護地区の指定を受けている。海頭山頂上の三角点と展望台、小海頭山から望む山頂部の登山道以下の3つのルートの登山道が開設されている。登山適期は、積雪量が少ない4から11月で、日帰りの登山やハイキングとして登られることがある奥、美濃でポピュラーな山の一つ。山頂には、二等三角点、石組みのテーブルとベンチ、展望台が設置されている。4月中旬頃に、山桜、5から6月頃に、新緑、10月末-11月初旬頃に、紅葉が見頃。山頂部の稜線上には、石投の群生地と、恵美の池がある。山頂の展望台からは、伊吹山、小津権現山などの周辺の山並みや御嶽山、乗鞍岳、白山などの円形の山を望むことができる。長者の里を起点とする東側からのルートで前半は、谷筋のルート。登山口の少し先に、奈良の木が7から8本生えた願い事が叶うと、伝えられている。長者岩があり、小さな祠に地蔵尊が祀られている。登山道脇の牧野大谷には、小々淵と三段の滝の滝があり、その先に昔話で伝えられている犬の隠れ岩がある。揖斐高原スキー場を起点とする北側からの登山道で、ひふみ新道は海頭山の標高にちなむ。スキー場上部のリフト終点には、避難小屋と展望台が設置されている。初夏には、サラサドウダンや山帽子などの花が見られる。ふれあいの森公園を起点とする北西側からのルートで、山頂へ至る最短のルート。途中で、尾根のルートと林道の2ルートに分岐して、山頂付近で合流する。伊吹山から望む海頭山周辺の山並み伊吹山地の南端の伊吹山から派生する。岐阜県と滋賀県との県境の尾根上にある、文源の北から東に派生する尾根上にある。東山腹の牧野大谷にある滝、小々淵揖斐川の以下の支流を源とする山で、太平洋側の伊勢湾へ流れる。牧野大谷には、小々淵と三段の滝の滝がある。周辺には、以下のスキー場がある。山域の北側に、国道303号が通り、海頭山の南麓の揖斐高原と岐阜県道274号揖斐高原線が結ぶ。北山麓の西坂川沿いに岐阜県道40号山東本支線が通る。北、東山麓に東海自然歩道が通る。南麓の揖斐川町春日比田端まで岐阜県道32号春日揖斐川線が通り、北側の岐阜県道40号山東本支線と結ぶ東山麓を通る道路がある。養老鉄道養老線揖斐駅の西北西 15km に位置し、JR 西日本の北陸本線木之本駅の東 18km に位置する。名神高速道路関ヶ原インターチェンジの北北西 19km に位置する。ウィキメディアコモンズには、絵画資産から眺望に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。